22が特にいいです。222は見たんですけれども、うん、オブリスクも2回見32番でした。はい、はい、後ろの方です。はい、もう2個かな。あんまやん、よく知ってるやん。知ってる、みんな好きだよ。そんなことないね、暑いですよね。お疲れ様です。お疲れ様です。こんなかっこいいです。あ、もうちゃんとしてください。本当に暑い。もう。よし、今日は曇るぞ。今日は積もったうんこと見せちゃうよ。アムディ亀有店様の。そうだよ。後ろ45とかいたじゃん。45名様くらい。いや、もっともっと。もっと、うん、結構多いな。うん、やっぱ六角が出たから。六角の力は偉大です、うんうん、そうやな。かわいいね。あと、なんで？ダイヤのアイテムよ。すごい、自分で作ってる。ありがとう。なんで、またこれ、ありがとう。ちょっと、こんな高価なの。宝石屋の。宝石屋の。いいの？ありがとう。ありがとう。ザラビアつけてるときにな、結構引きがいいんだよ。そう。ありがとう。ちょっと。ダイヤ。これでもう、もう完成だね。ダイヤ、ダイヤ、宝石屋をやってるお父さん。あ、うん、何、確かに、あ、なんかな、そう、本物やから。本物のはやっぱ光が違うんやって。まあ言うとこって、何、そういう光を浴びてると、あの光り輝いてね。確かに、そう、確かにな。バグで、つけようかな。こっちの面白いと思う。猫、猫のピアス。いや、ほんまや。よく、こっちの、シルバーだ。いいよ、いいの、なんで。こっちはシルバーだ。こっちはダイヤだ。ありがとう。宣伝なんで、あ、猫がプラプラする。プラさんにぴったりですね。もう、すごいね。のんびりと始まってしまったよ。お邪魔17日土曜日、7やし土曜日や、あー言うて、ほんで本日アムディ亀有店様抽選参加人数様は40、50、50名様ほどかも。
50名様ほどで、私の抽選番号は32番でした。ほんで入場でもな、そうは言ってもはもうちょっと早かったと思う。ジャグラーがワンボックス全部ジャグラーになってる。そうなんや、ジャグラーコーナーやん、もう。はあ、そう、ほんでちょっと一周ブラブラしてからな、あのこのバジリスク絆2の内角に座ったんですけれども、な、ちょっとな、あれやった、番長3は取れませんでした。3台ともやっぱり埋まっておりましたね。朝一のやつじゃなくて、朝二のやつ、今んとこちょっといい。はい、おお、めっちゃいっぱいくん。87ゲームバジリスクチャンスでございます。本日初バジリスクチャンス。ちょっと待ってよ、本日はここまで。青い色、黄色ランプです。メモするわ。絆久しぶりやな、なんか今メモしてて気づいた。あかんでした。チャンス目一回引いててんけど、あかんかったわ。ほんまやな、だって00やのにいただきラッシュって書いてる。ほんまや。またよ、初当たり3回も引いてはる。うん、おお、強いな。はい、絆の末尾5番台、4台あって左から2番目の台が今とても強いです。かあ、強いな。これ左から2番目の台が今一番強くて、ほんでここはオボリスクを引いてはる。6、5、6、5。これはやめたれよ。わかった、 ここはさ、ほっといても誰か座るからいくらホイホイいじめやめなよ。いくらホイホイじめ禁止。頼むよ、あんたいつやって思われてんで。ほんま、次どこ行こう。角行きたいな、外。サラバンが通常、違う、サラバンが直撃で、あれやろ、番長は通常ベイベーやろ。あ、よしね。この前も空き台やった。ガルパンから六角出てるし、ちょっと読みが違うんかな。ちょっとホイホイされすぎな気してきた。いや、ホイホイされちゃうよ。こう勇ましい心があかん気がしてきた。すごいな。あ、しかも角にオボリスクや。なあ、あそこめっちゃいいなあ。
単純すぎるやろ。新たに動きあらば知らせを欲しい。はい、ありがとう。146ゲーム寸府城からのバジリスクチャンスでございます。よっしゃ、バジリスクチャンス確定。100、あれ148、赤い色、黄、緑ロングでございます。そして赤が揃いました。ありがとう。あー、よかった。ユリカン天井は免れました。お、ほんまや、全員バジリスクタイムや。めっちゃいい絶景や、絶景。そやな、大丈夫やで。はい、ありがとう。投資8000円、バジリスクタイムでございます。やってやる。水槽のこと切り刻んでくれようか。普通。左中、うわっ、左中、右中、赤を引くしかない。おっしゃ、左中、ナイトメアやからいけるわ。ナイトメアやし、いい感じやからいける。ありがとう。水槽粉々に切り刻んでくれる。あ、ほんまやん、おげんさんやん。いいやつや。いいシナリオが選ばれたんかもしれん。水槽の時、4対4か。いけるいける、いけるな、な、ああ、それでしまいか。ああ、命短かった。3連で終了です。では参りましょう。では参りましょうです。せーの、マンジ。テーブル名を音。お、 BBBCBCD や。何やったっけな、でもいいで。 BBB はテーブルロックや。え、テーブルロックやった。 BBB ってことはな、さっきチャンス名2回引いた時もな、もともと B やってな、でチャンス名を2回引いたけどあかんかったってことやで。そこはちょっとあかん点。移動してもいいかな他が見えてるから。まあ、絆、そうな、ちょっと周りを見まーす。なんか対決して、ほんで、おえー言って勝って、ほんで、ブブブブブブー言うやんか。ほんで次、えーって言って、上乗せは連続することがあるらしいよ。ビブブブブブブビーって。ほんで次、ほんでまた、ブブ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 ビー。ほんで次、またブブブブブブビーって。ほんでな、なんかもう10個ぐらいのっけた。ほんで次な、ブブブブー言うて、なんかな、岩尾さんが出てきてん。
ほんで岩尾さん対決して、まあ、勝ってもちろんのごとく勝ってピリピリーってな。ほんで10個ぐらい乗っかっとった。ほんでレトレーゼー言うてかー。しかもなるなるさんのも全然いいねんで、8ベルとか5ベルとか書いてた対決で。そうでもこっからやねんて。そうちょ番長全力警察来てんちゃう。あーどうですか。えゆりかん便乗するは泣いた。でもなんか心がウキウキしています。なぜなら番長3がとっても良いからです。わしの代ではないです。番長3打ってないじゃん。え番長3打ってないじゃん。番長3打ってないで。でも絆もいいよ。あー角2が特にいいです。222は見たんですけれども、うん、オブリスクも2回見ました。あとそういやあそこ今んとこ言うことなしでしょ。めっちゃいい、めちゃめちゃいい、めっちゃいい、うん、な全てが良い。でな隣のなフォロワーさんが打ってたところシナリオがいいな。いやでも俺吉田飛んだ時何も聞いてなかったと思うんだよな。ほんまそこやねんな、うん、めっちゃ朝早かったな、うん、朝2とかやったもんな。そうやとしたらな、だって5か6やろ。じゃあそう5だよ5、5なシナリオが良くて揚陸艦天井に1回行って貼って、うん、そうはい。お昼から戻ってまいりまして、ほんでちょっとブラブラしておったんですけれども、このゴージャグにしました。理由は前任者さんがブドウがいいって言うてはったからです。ブドウ 6.5 くら、うん、ゴージャグやからいいね。あーそうやったメモしないと。まだなそんなに回ってないしな言うて、うん、今はな200分の1くらいやねんですけれども、なまだ622ゲームしか回ってないし、ほんであれよブドウがいい言うて、あわしはやるわ。はい、ゴージャグの角台に移動してきました。ずっとないいないいな言うてたこの角台のゴージャグです。合成確率144分の1、ビッグ12、レギュラー11、3334ゲーム回ってこれです。しかも前任者さんはブドウ 5.0 やれる気がするわ。これで巻き返せる気がする。本日の総投資は16,000円です。音が違うな。気がする。よっしゃ。はい、271ゲーム。テカりました。待ってよ。あれ？あった271ゲームやった。271ゲームな単独のビッグや。ありがとう。271ゲーム単独のビッグです。本日の総投資は18,000円です。ありがとう。よし。ジャグレン狙う。はい、窓2の角台に移動してきました。理由は魔女の結界8回な、ちょっといいし、ほんでこれ、まあ、503ゲームやったら、まあ、ほんまはな600からやねんですけれども、503ゲームやったら、まあ、そんなにそこまで損害ではないかなということで、私はマド2芸人になります。
ただのスイカや。640ゲーム、スイカを引きました。はい。お、ちょっといいやつや。いけるんちゃう？いけるわ。あー、ありがとう。よっしゃ。なんやろな。おめでとう。私は萌え込み上位としてボーナス。はい、総投資、本日の総投資21,000円やります。マギカラッシュ、なんだか楽しそうなところじゃねえか。あたしたちで一緒頑張りました。ちょっと緊張しますが楽しそうです。次回マギカクエスト、ありがとう。目の錯覚や。レベルが低すぎるやろ。お下手。よし、お上手。
と。ノリが。失いました、はい。まあ、たくさん打った割に2万1000円で済んだったらちょっと良かったんじゃない。今日は分譲がとっても良かったです。あ、今日は分譲釣りがとても良かった。リスペクトしてるか。うん、めっちゃおもろい。めっちゃ優しいです、しかも。そんなんか。今日はバンチュー3がとっても良かったでーす。ちょっとけんな、難しいわ、なかなか、うん。あ、そうやった。そう、絆の角にがとても良かったです。で、角台もちょっとなんかずっと空き台になっておったんですけれども、今見たらエピソードとかも引いてはってちょっと良かったです。良くなってきました。でもとても良かったです、みんな。はい、また頑張りましょう。はい、ありがとうございました。